シワシワしてますか？かんやです。佐藤君高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、うん、収録なんですけど、はい、来る時にもうみぞれ雪みたいな、うん、すごかったね。もうマジ最悪すぎてびちょびちょでね、びちょびちょで、もう前髪も髪の毛もうねうねでねもうめちゃめちゃショックでございます。かんやなんですけれども、まあ、ラジオだから大丈夫、前髪気にしなくていいですか？来たんですよ、まあ、ぐしゃぐしゃの 髪で、うん、でもそしたらね、なんとテンションが上がるプレゼントをいただきまして、はい、もうねめちゃくちゃ女子力高いなと思ったわけです。その子、うんうんうん、プレゼントをくれたその子、はい、今日はその方に来ていただいておりますので、はいはいはい、呼びたいと思います。本日のゲストはこの方。はい、じゃがりこカプリコ、サリーシリコです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますはい、カプリコをリコちゃんにじゃがりこも入れてあげて。そうなんです。14日はねバレンタインだったと思うんですけれども、うん、はい、バレンタインをね、うん、もらったんです。到着してすぐ、ね、うん、すごくない？すごいすごいよね。みんなにね、うん、持ってきてくれて、そう、アクネクからですって。そうです、アクネクから。なんかねチョコレートかなもらったんですけど、うん、アクネクのみんなで選びに行ったの？あ、なんかアクネクの、うん、なんだろう、グループっていうか、なんていうの、はいはい、LINE とかでやり取りして、うん、自分が選んじゃいました、立派だすごいね。あ、はい、いや、はい、なんかね今年もバレンタイン誰かにあげようかなと思っていろいろね、うん、こう仙台の街中をブラブラしたわけなんですよ。ちょっと選ぼうかなってあげる相手もいないのに、はいはい、まあね結局買わなかったんですけど、うん、あれ今日は今日はいただきました。いやいやいや、カヤさん一応女子じゃないですか、はいはい、女子だと思う。女子が一応チョコをあげる日と認識しております、私バレンタインデーは。そうですね、バレンタインは14日だったんですけど、うん、まあ、今日収録してるのがですね、うん、その翌日15日なんです、はい、まあ、なのでバレンタイン過ぎたからいいかなっていう認識。じゃあそれちょっと返してもらっていいですか、リコに。いやダメです、これはいただいた、私がもらった。受け取るんだ。あ、受け取ります。バレンタインじゃない日でも受け取るけどやらないんだ、はい、勝手なルールですね大丈夫、その代わりにホワイトデーというものがあるんで、うん、はいはい、もう来月ですよね。あれだからそれはもらった人が返す日だよねお返しする日だよね、はい、もらってないのにかあげるのもおかしいので、はい、誰からももらえませんよ。いや大丈夫です、大丈夫だ、今もらったんで。え、今もらったんで今リコちゃんにもらって、だから返す権利が生まれたってことですよ今、はい、返す権利が生まれました、はい、誰からももらえないですよホワイトデーは。あ、そうか、うん、そういうことか。そうですよ、あげてないんですから。だってじゃあお歳暮とかでもらえればいいんで、あのお歳暮はまた別の話じゃないですか。ホワイトデーにお互い様じゃないですかお歳暮は、ま、お歳暮皆さん期待してますのでよろしくお願いします。期待するもんなのお歳暮って、はい、ということでですよ。どういうことですよ、まあね、何か元気が上がる一曲聞きたくないですか。もうまあまあまあ、私は聞きたいです。元気ですけどね、もうさらにね、あ、さらに、ね、さらに元気になる曲、はい、たいなということで、はい、なんか元気になる曲ありますか？はい、それでは聴いてください。イエイエイエイ。スイッチオフして、もう一人の私が突然現れるの。みんなでイエイエイエイ叫ぶの、イエイエイエイ。マジで最高だ、やめられないぜ、イエイ。休みの日には好きなアイドルの T シャツ着て、客席から推しのあの子に飛びまくるの。みんなでイエイ、I'm not afraid to die.
く出かけましょう。ラディオサリーシリコのアシカもアシカはい、ということでやってまいりました、はい、このコーナーはですね、もうサリーシリコちゃんのダジャレ好きが高じてできたコーナーなんですけれども、あとカヨヨンさんね、あ、そうもう大好きなカヨヨンさんのねもうリコちゃんがね、皆さんからメッセージといいますかダジャレを募集しまして、はい、ナンバーワンダジャレを決めちゃおう、そんなコーナーでございます。はい、本日もたくさんいただいております。ありがとうございます。まず早速1つ目、ラジオネーム赤丸さんからです。2つダジャレいただいていますね。まず1つ目、お人形さんになれるかな。とあるアイドルさんのあざとツイートを見て、アイドルだから大丈夫とリプを送ろうとしましたが、思いとどまりました。本当です、わら。なるほどね。なるほどね。愛って何、愛してるの愛、愛アイドルを伸ばしてアイドールですよね、うんうんうん、ドール人形、ドール人形をかけてアイドル、 お人形さんってことね。はいはいはい、はいはい、そしてダジャレもう一つ目でございます。チョコのダジャレをしているリコちゃんのツイートを見て、チョコのダジャレでリプを送ろうと考えるも何も浮かばず調校をしてしまいました。本当です、わら。うまいじゃない、チョコですね。うまいですね、チョコと調校ね、チョコと調校、これ必ず下に本当ですって書いてあるのはやっぱり本当じゃなきゃダメなんですね。そりゃそうですよ、嘘は良くないですからね。そうですよね、ダジャレでも何でも本当に考えたんでしょう、長い間。いや、いいですね、ありがとうございます。続きましてラジオネームアランスミシーさんからです。ダジャレは奥が深いですといただいております、うん、4ついただいてますね。薬を飲むのに失敗して看護師さんに薬と笑われました。あら、ああダメな看護師さんですね。よくないですね、そんなことで笑っちゃダメだよね。しっかり受け止めないと失敗なんだからダメです、ダメです。2つ目でございます。からしの食べ過ぎで喉を枯らしてしまった。うん、ストレートに来ましたね、はい、珍しく、うん、今週なんかストレートですね、うん、もう一つありますね。あったかいスープの中にあった貝、はい、アランさんちょっと今週調校してないんじゃないかそれ。そうですね、結構もうド直球ですね。ラスト一つでございます。パンク大食い競争で食べ過ぎてお腹がパンクした。ちょっとスランプじゃないか。やっぱり毎週いっぱい出してくれてるから。いや本当にすごい数ですよ。毎週4つぐらい必ず来てますね。いやそりゃそうですよ、野球選手だって打率3割打てば、ね、名選手って言われる、はいはい、10回中3回打てれば名選手なんですから、野球選手でも、いやいや、ダジャレもそうです。そうです、10個思い浮かんだら3個、はいはい、うん、当たればいいんです。いやでも相当な打率だと思いますよ。そうですよ、今週に限っては大きな壁があったと思う。なんかこんなに必死でさフォローすると本当にひどかったみたいになるから。次行きます、次。続きましてラジオネームかよよんさんから出た、もうすごい出た出た、異端児、あのめちゃくちゃある、ね、ダジャレ界の。バッと行きますね。桜木町は桜の木がある町。ちょっと待って。
先週からこの嫌な流れ、良かったんですけど先週、はい、その町シリーズ、ちょっと味しめてます、地名シリーズいいんですけど、まさかまさか、はい、はいはい、あのまだまだありますんで読んでいきますね。そりゃそうだよね。桜ヶ丘は桜がある丘、泉ヶ丘は泉がある丘。丘シリーズ、これなんて読むんだ、名なんて読むんですかこれ、え、どれどこですか。4つ目ぐらいですね。ちょっとわかりません、これは。見たことありません、この地名は。難しいですね、はい、明るいに通ると書いて明るい通り、名通りですかね、なんて読むんでしょう、まあ、分かる方教えてください。名通り、明るい通り、うん、はい、あ、その次も難しい、神雷殿ですかね、人に来る田んぼ、人来た、人来た、人来た、うん、あー、人来たは人が来る田んぼ。読めなくてももう何でもいいわ。上の山は上の山。いやいや、そうでしょうね。次ちょっと最初の地名だけ言ってもらっていい？はい、リコと俺で当てるから。日本平、日本平ですかね。リコなんだと思う。日本平は、日本平は日本が平、日本が平、日本平らな日本、日本の平らじゃないの、君高さん大丈夫、わかるんだよ、カヨンさんの考えることは。僕は次も教えてください。長明が丘は、長明が丘は長明が丘、長明、長明が丘、長明が丘、長明が丘、長く長い命の丘、あー惜しい、長い命がある丘。惜しい。続きまして、コーナー変わってきたね、これ。中山は、中山は中の山。ブブー、おー違うの。中山は、中の山は中にある山。お、ピンポン。中にある山。中にある山でございます。あ、じゃあ続きまして、クイズコーナーです。中田は、お、これ難しいですね。難しいの、中田は、ちょっとひねってる、いや、来てます来てます、来てる、これめっちゃいい、中田は中にある田んぼ。まあ、違いますね、これこれ難しいと思うんで、うん、正解いっちゃいますね。中田は田舎だ。おー、おー、なん急に急に急に本当のダジャレ。ここに来てきました。すごい。中田は田舎だ、中田は田舎だ。めちゃくちゃダジャレってんじゃん、急に。そしてこの後はですね、通常に戻りまして、名取は名を取る、福島は福が来る島といただきました。わざと入れてる途中に。だとしたらすごい頭良くない？いや、そうですよ、もうみんなをね、その気にさせといて急に来ますからね。これ地名シリーズなんて永遠に続くからね。本当ですね、ああ、ちょっと次回はどんなのが来るのか。人の名前、名字シリーズでもいいからね、カヨンさん。そうですね、名字、名前いいですね、うん、佐藤は、佐藤は何ですかね。あるじゃん。楽しみにしてあります、うん、続きまして、ラジオネームロケットメガネさんからです。キャー、のび太サンドイッチ。え、どういうこと、のび太さんのエッチ。うん、キャー、のび太サンドイッチ。あ、サンドイッチ。はい、おうおうおう、のび太サンドイッチ。これはのび太サンドイッチ、これは何ですかね、のび太サンドイッチ。何とかしたの、これダジャレなの。ダジャレなんですかね、ダジャレってちゃんと書いてます。いや、書けばいいってこと。ダジャレってコロン書いてあって、言い間違いみたいな、聞き間違いみたいな。ほんとだ、のび太さんのエッチ。空耳アワーみたいな。空耳アワーですね。いや、なかなか新しいじゃないですか。おーおーおー、いいね。いいですね。そしてツイッターの方にもいただいておりました、中野さんという方ですね、うん、アシカはアシカ、カエルはカエル。あー、うん、うん、カエルはカエル。どういうこと？どういうこと？続いてもどういうことですかね。カエルはカエル。とりあえず2個並べたってこと？そうですね。1文でこう2個入ってますね。なるほどなるほど。はい、素敵だと思います。あとね、このリコちゃんがね、募集した、うん、ジェルを募集したツイートがあるんですけど、はい、一応紹介しておきます、うん、今日はバレンタインです。チョコをちょこっとでももらえるように、街中ちょこまか動いていたらもらえる可能性あるかもしれません。
というリコちゃんの素敵なダジャレのツイートにですね、はい、あのリプライしておりまして、はい、ロケットメガネさん、そんなチョコ材のことはしませんなるほどねでもこれあれですよ、ロケットメガネさん、チョコ材って漢字でいただいてってるんですけど、はいはい、このカーヤさんが収録前に読めないっていう、はい、騒動が起きまして、そんなことないですよ、ちゃんとカタカナで書いてほしいチョコ材かっこ漢字でチョコ材ってやってあげないと、はい、カーヤさんクラスになるとちょっとこれまあ、リコもそうでしたけど、読めなくなっちゃうんで、いや感じてね、そっか、気使っていただきたいぜひよろしくお願いします難しい感じはダメ、はい、もう一つあるんですよね、あのミックさんという方から、道端にちょこんと置いてあるかもしれませんしね、うん、あうまい、かわいい、これかわいいですね、うん、ちゃんと読めますし、うん、じゃあチョコカタカナ、あチョコカタカナです、あこれよこれこれ、さすがミクさん、ダメ、変な難しい感じ、イノシシみたいなさ、そうです、ね、イノシシに口に才能の才みたいなチョコ材なんて初めて言いましたねえ、うん、書いたことないもんね、うん、ダメです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 なんで怒られてんだよちゃんと振り仮名もね送っていただいて、ということで全部出揃いましたけれども、はい、もうリコちゃんのベストダジャレナンバーワンダジャレをね発表していただこうかなと思います。はい、どうしようかなすごい、あ、決まりました、お、決まりました、はい、はい、それでは発表お願いいたします。はい、はい、ナンバーワンは中田は田舎だいいじゃん毎回じゃん、もうほぼほぼ格ですよ、ほぼ格2連覇ですこれはよくない、よくない傾向、調子乗っちゃうよ、かよさん面白い、でもね、この途中に来る中田は田舎だ、まあね、うまかった見せ方が、ええええ、ああいやもうぜひ来週はね、名字シリーズもいいですのでぜひたくさん受けていただければなと思います、ね、ああ以上、サリーシリコのアシカはアシカでした。ウルボッコラディオ、続いてはメッセージのコーナー、ポスト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 、はい、ということでやってまいりました。このコーナーはタイトル通りメッセージを紹介していこうというコーナーでございます。はい、3つ目はラジオネームアランスミシーさんからです。はい、カヤさん、キミタカさん、こんばんは。こんばんは。アクアネクスト皆様こんばんは。僕は最近財布が古くなりすぎてダメになってしまい、新しいものを探していたのですが、先日たまたま100円ショップで見つけた財布がとても使い勝手が良さそうだったのでそれを買ってみたのですが、うん、安い割には作りも悪くないし、いい買い物をしたなと思いました。意外と100円ショップで買えるものでも優れものがあったりしますが、うん、皆さんがよく買うものとか、これは便利でおすすめといったものはありますか？本来の使い方ではないけれど、こういう風に使うと便利とかいったものもあったりするので、こんな風に使ったら便利ですというのもあったら教えてください。今週もラジオ楽しみにしています。皆さん頑張ってくださいね、です。あ、100均ね、私100均めちゃくちゃ好きで、うん、超行くんですけど、うん、そうですね、あの一人暮らしですごい便利だなって思ったのが、あの壁ってなんか賃貸だとあんま穴開けられないじゃないですか。あ、はいはいはい、でもこうフックをかけたいみたいな、鍵とかかけたいみたいな、あるある時に、うん、あの100均で売ってる、うん、その壁に穴を開けなくてもそのフックみたいなのをつけれるみたいなやつがあるんですよ。シールでってこと？シールとか、あとなんかジェル状のやつをこう塗って貼っておくと、そのジェルが乾いて剥がすとき大丈夫なの？そうなんです、壁も剥がれなくて、めっちゃいいじゃん。1キロとか2キロとかまで耐えられますよっていうやつがあるんです。めっちゃいいじゃん。これめちゃくちゃおすすめなんで、うん、もうぜひね使ってほしい。めっちゃいいねそれ。そうですね、うん、でも100均本当に優秀で。そうだよね、100均ってそうだよね。そうなんです、なんかちょっと前までは100均のチクタクなる腕時計、秒針のやつ、アナログのやつ、使ってたんですけど全然壊れなくって、で見た目もねそこまで100均っぽくないし、まあ、超いいなって思ってツイートしたら、それ100均でしょって誰かにリプライして、ちょっと恥ずかしかったですね。バレちゃうんだ。バレちゃうんです、まさかの。持ってたってことかね、じゃあ。私も使ってますっていうふうに。あー、なるほどな、便利だよな、何でもあるもんね、うん、いや今時マジすごいですね、うん、え、あります？なんか100均で買って便利だなと思ったもの。便利だな、うん、お気に入り、いつも買うやつとか。
あ、自分は毎年のスケジュール帳を毎年100均で買っていて、うんうん、そうなんだ、はい、なんかメモ欄がすっごいいっぱいあるんですよ、うん、必要以上にというか、うん、いっぱいあって、うん、なので毎年もう3月4月あたりにはもう毎年柄とかも変わってくるので買いに行ってます、うん、はいはい、なるほどな、はい、じゃあもうリコちゃんのお気に入り、リコちゃんと、うん、何お揃いのスケジュール帳欲しいって思ったらもう100均で買い漁されるどれかどれかもしれないなるほどな。え、君たかちゃんありますか。俺はね、はい、やっぱね子供のおもちゃ、うんうん、あ、おもちゃ、子供って、ああ、おもちゃの旬過ぎるのめちゃくちゃ早い。ああ、確かに確かに。だから例えば、うん、あの高いねおもちゃとか買ってあげても、はいはい、何日かですぐ飽きちゃったりっていうことが発生しちゃうのよ、はいはい、それってさ、やっぱさ子供は罪ないけど、うん、ええ、親からすると、うん、え、もっと遊んでよってなるじゃん。なりますね。だからそうなってくると100円で買えるおもちゃって、うん、たくさん種類あって、うん、あの次から次買っても、うん、ダメージが、うん、親のダメージがはい、はい、減るのよ。確かに。だからいいのよすごく。あとその塗り絵とか、はいはい、ノートとか文房具もそうだけど、すごい消費すんのね、うんうんうん、消しゴムもすぐなくすし確かにすぐなくすし俺おるしなんでおったんってさ毎日のように、うん、そういう何消耗品じゃないけど、うん、はいはい、まあ、めちゃくちゃ助かってる。あ、確かにおもちゃすごいですよね。おもちゃはすごい、ねえ、100均であのクオリティで、はい、こんなとか一部パーツ結構あるよ楽しめるやつ。ああ、そうですね、うん、おすすめのおもちゃあります。おすすめのおもちゃめっちゃいいおもちゃみたいな100均中で、ね、なんだろう、なんかね、うん、なんて説明すればいいんだろうな、銃みたいなやつで撃つとヘリコプタケコプターみたいな、ビューンって飛んでくやつがあるのね、めっちゃ面白い。これを息子と公園でやると一日遊んでられる、うんうん、すごい超楽しそうじゃないですか。うわ、ちょっと探して買ってみます。探して、一人で、うん、はい、ランスミシーさんありがとうございます。3つ目いきます。ラジオネームかよよんさんからです。はい、三鷹さん、カーヤさん、アクアネクスト仙台の皆さん、こんばんは。こんばんは。2月14日に職場のスタッフからバレンタインチョコレートをもらいました、うん、画像を送らせてもらいます。この画像を私から皆さんへの気持ちとしてよかったら受け取ってください、はい、皆さんはどのようなバレンタインでしたかです。そして写真もね、え、職場の人からチョコもらったってこと？カヨンさんがもらったの、はい、もらったやつを写真を撮って、我々によかったらいらなかったのかよ。あ、嬉しい気持ちを押すわけってこと？あ、そういうことですね。あ、なるほどねすごいね、もうまさかのアイディアなんかカヨンさんが買ってくれたチョコを、はいはい、今ご時世的に渡せないから、うん、画像で攻めてものってならわかるけどカヨンさんがもらったチョコレートを我々に見てくださいってことこれもらったんですよ私って、でそして皆さんにこうプレゼントして写真をすごいねいや今見てますけども、はい、3人で、うん、放送のね、めちゃくちゃアップで撮っていただいて、ね、ちょっとよりですね、よりで撮っていただいてね、ありがとうございます。金色と赤のね包み紙に入った一口サイズのやつかな、はい、あ、そうですね、ちょっと縦長のやつ、いや美味しそうですね、あ、美味しそうです、ね、美味しそう、うん、これ美味しいんじゃないか食べたいですね。どういうの、ハート型だから中はね、ああ多分ねこの形見るからにいやー、ありがとうございます。いや本当にもう甘いの今干してたんで、もう幸せ満たされました本当、はい、血糖値も爆上がりですありがとうございますありがとうございますもう素敵なかよよんさんの気持ち受け取りましてね、もう本日のライブ中田は田舎だっつってねありがとうございますありがとうございます、最高でございますということでね、本日もメッセージいただきまして、はい、ありがとうございました。皆さんのメッセージも募集しておりますので、どしどし送ってください。ものでエンディングでございます。ここでライブのお知らせをさせていただきます。
2月27日日曜日はランランランツギャザーウィズカヤのラストツアー新潟編ということで、新潟ゴールデンピックスレッドステージにて出演させていただきます。ケミカルリアクションさんがゲストで出演してくれますし、この日の夜もですね、同じくゴールデンピックスにてケミカルリアクションさんの8周年記念ライブに出演させていただきます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そして3月6日は郡山 MBL にて同じくカヤのラストツアーランランランツギャザーウィズ郡山編ということで、昼夜公演開催させていただきます。アクアネクストさんも出演しますよ。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで本日はアクアネクストのリコちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。相手はカヤと佐藤君高でした。バイバイ、また来週。けど君からのメッセージでパーフェクト day。Why are you so pretty, baby? 君のこと思えば空も微笑んで。I fall more and more in love with you, yeah。心が弾んでいくんだ。That's with me on a rainy day。君からの返信は nothing。 空模様はまるで僕の feelings。 5分前の僕を返して浮かれて踊った僕は so stupid。